沢田雪像は日本の外交官、鳥取県岩井郡浦府、村出身。東京帝国大学法学部卒業後、外務省に入省、後に国際連盟日本代表、ブラジル大使を歴任。平和主義者で英米派の立場に立ったリアリストでもあり、国際連盟脱退にあたっては強く反対。対戦時には鈴木貫太郎内閣顧問となり、 第二次世界大戦の早期終結のため、カトリッククリスチャンとして、バチカンへの働きかけも図った。戦後は、佐藤直武らと共に、霞が関の長老として、重きを置かれると同時に、多方面で活躍。文化放送を設立し会長。1949年東京外国語、大学所大学長に就任。世界経済調査会会長。 日白協会会長。外交官、沢田蓮さんと実業家、沢田太蔵は共に弟で、沢田三兄弟として有名。また長妹は、広岡貞子、三妹は、山本菊子、夫白は、元広新社社長。ありがとうございます。